初めて筋トレするよっていう時に、この3つとりあえず頑張っておけば大丈夫だよっていう筋トレスタート種目をご紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、トリスです。今日は筋トレ超初心者の方に絶対やってほしい3種目を紹介したいと思います。じわじわと筋肉に負荷をかけて短時間で効率的に結果を出すためにやっていきたいので、全部ゆっくりやってください。ゆっくりというのは具体的には3秒かけて下ろして3秒かけて上がる、これくらいのテンポで全ての種目やっていきましょう。まず1つ種目目はスクワットを行います。スクワットかなりね有名な種目ですね。いろんな筋肉を使うのでエネルギー消費がとてもいいのがポイントです。腰幅より広めに足を開いて、つま先膝は軽く外向きです。この状態から膝を曲げていく、これがスクワットになります。お尻を軽く後ろに突き出す、軽くなので突き出しすぎない。こうしていくとちょっと腰に負担がかかって違う種目になってしまうので、軽く後ろ、椅子に腰掛ける程度ですね。ここをイメージしましょう。もう一つは上半身が猫背にならない、しっかり胸を張った状態で行っていきます。3秒かけて下ろす、1、2、3、3秒かけて上げる、1、2、3、1、2、3、1、2、3、これをゆっくり10回繰り返してみましょう。種目目は腕立て伏せをやっていきます。腕立て伏せも体の大きい筋肉を使っていくのでエネルギー消費もとてもいいですし、あと体を引き締める効果もあったりします。しっかりとポイントを押さえて行うことでスマートな腕や綺麗なデコルテラインを作るために頑張っていきましょう。はい、軽く足を開いた状態で手のひらは少し内側を向けた状態でスタンバイです。この状態から手と手の間に胸を入れていく、で伸ばす、胸を入れる、伸ばす。ポイントは肘をしっかりと外側に曲げていくことです。胸が下に沈んだ時にしっかりと胸を張る、猫背じゃなく気持ちよく胸をストレッチさせるイメージで肘を曲げていきましょう。1、2、3、1、2、3、ゆっくり3秒で下ろして3秒で上がっていく、この動きを10回繰り返してみてください。もし余裕があったら膝を一応遠くついて少し負荷を上げた状態で行います。3種目目はヒップリフトという種目を紹介します。もも裏、お尻、あと背中に効かせるトレーニングです。足は腰幅よりも少し狭いくらい、膝と膝の間に拳が一つ入るくらいの広さにスタンバイしていきます。膝も90度、曲げすぎず遠すぎずちょうど90度くらいを目指しましょう。お尻をゆっくりと巻き上げていく、そしてゆっくりと上から下ろしていきます。背骨を一つ一つ上に巻き上げるように繰り返していきましょう。これも3秒ずつ。ポイントは膝が内側に入ったりガニ股になったりしないことですね。しっかりとまっすぐ骨盤を揃えた状態で動きを繰り返していってください。はい、3種目紹介していきました。ゆっくり3秒かけて下ろして3秒かけて上げていく、これを合計10回くらいそれぞれやっていくとかなりの負荷が感じられるかなと思います。もう本当に筋トレって何しようかなって思ってらっしゃる方はぜひこの3種目まずはしっかりトライしていただいて、いろんな種目にこれからチャレンジしていってもらえたらなと思いますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。